テレイオン戦団は太平洋戦争中に日本が運航した5層戦団の一つで鉄鉱石輸送のため1944年4月30日に海南島から日本へ出航したが5月4日にアメリカ海軍の潜水艦の攻撃でほぼ全滅した太平洋戦争前半日本は占領した東南アジアの主原地帯とのシーレーン保護にそれほど大きな戦力を割いてこなかった しかし1943年後半から1944年初頭にかけてアメリカ潜水艦の攻撃による商船被害が増大したため日本海軍の海上護衛装司令部は大船団主義を採用して護送船団の編成を強化する方針を決めた従前から石油輸送に関しては非船団と称する専用船団が編成されていたが同じく重要資源である 鉄鉱石についても産地である海南島と日本本土の間で専用船団を編成することになった。当時の日本は鉄鉱石の海外依存度が85%以上であったが輸送船の消耗のために海上輸送が困難となり1944年4月には輸入量がピーク時の半分近くまで減少してしまっていた。海南島は 当時の日本の勢力圏内で、長江方面と並んで、良質の鉄鉱石産地で、特に長江方面の制空圏が連合国側に奪われてからは依存度が高まっていた。こうして創設された鉄鉱石専用船団は、鉄船団と命名された。海南島に向かう往路は、奇数、日本に帰る袋は、 偶数の船団番号を順次はリュフル規定だったので、テレイオン船団という名称は、袋2便目の鉄鉱石船団を意味することになる。手船団の運航は、船団速力9ノットの低速船団とされた。海南島に向かう往路は補給のためキールに寄港し、袋は状況によって高尾に寄港することになっていた。護衛は、第1海上護衛隊が担当した。 対するアメリカ海軍は、ガトウ級潜水艦の量産が進み、日本の南方資源航路に対する通商破壊を強化していた。特に戦団攻撃用の新戦術として、3隻の潜水艦でチームを組んだウルフパックの運用を開始していた。日本側もウルフパック戦術の存在に気づいていたが、十分な対策を講じることはできていなかった。テレーさん潜団として、 海南島に到着した、鉱石運搬船、一般貨物船6隻をもって、袋の手レイ4船団が編成された。護衛部隊もてレ三3船団から引き続きの特設砲艦、火山丸と第1号海防艦で、火山丸艦長の出母、正雄少佐が船団の指揮を取った。輸送船はいずれも鉄鉱石を満載しており、合計で5万4千トン以上の鉄鉱石が積まれていた。 テレイヨン戦団は4月30日夕刻に海南島ニルハヤシ港を経由地の高尾に向かって出港した。最終目的地はヤワタ港とされた。途中の5月3日、マコ防備隊所属の不設艇前島が合流し、護衛艦が3隻に増強された。付近を通過した航空機が敵潜水艦を目撃したとの情報。同日夕刻には浮上中の敵潜水艦が、 目撃され、前島が攻撃に向かったが戦果はなかった。5月3日、夕刻時点で、レレイ4戦団は、アメリカの潜水艦、バング、パーチー、ティノサの3隻からなる、ウルフパックに捕捉されていた。このウルフパックは、4日前に、タマ17戦団を襲撃して2隻を沈めたばかりで、あった。アメリカ潜水艦は、無線電話で連携しつつ、攻撃を実行した。 船団は、高尾南西 300km の洋上を魚雷回避のための自運動を行いながら、警戒航行したが、5月4日午前0時過ぎ、まず貨物船法日丸がティノサの発射した、魚雷3発を受けて沈没した。船団は、進路変更して逃れようとしたが、今度は、バングの車線に入ってしまい、鉱石運搬船金令丸が、魚雷一発により撃沈された。 護衛艦艇は爆雷による敵潜水艦制圧を試みたが効果がなかった。猛烈なスコールで視界が悪い中、船団は進路変更を繰り返しながら逃走したが、レーダーを駆使して浮上追撃するアメリカ潜水艦を振り切れなかった。貨物船大竹丸は自衛用に装備された機関銃で抵抗したが、4日午前1時半にティノサの魚雷攻撃を受けて船体が切断され、 航行不能のため総員退去した。鉱石運搬船体翼丸と貨物船、まさた丸もパーチーの来撃で、夜明けまでに次々と撃沈されてしまった。テレイン船団唯一の生き残りとなった貨物船、にり林丸は5月7日午前1時半に、高尾へ到着した。なお、第1海上護衛大船寺日誌によると、特設総改定。 第三宅南丸が5月3日夕刻に高尾から出撃して4日から5日にかけてテレイヨン、戦団のために対戦戦闘を実施している。テレイヨン戦団の失敗による損失は日本にとって大きな痛手であった。沈没した5隻の積載していた鉄鉱石は八幡製鉄所の3週間分の消費量に相当する量であった。さらに輸送手段である。 貨物船の消耗も補充が困難であった。その後の手船団は緊急輸送が決定された。防気サイト用の保船団と潜伏や護衛兵力が競合してしまい、一部の便を欠航しつつ運航された。第1海上護衛大船事日誌によると、5月14日に海南島に着いたテレー5船団はテレー6、船団として日本に帰る予定だったが、 防キサイト用のホレイチ船団に改変されて、さらにシンガポールへ南下した。次のテレー7船団も防キサイト運搬に振り向けられることになり、キールンからマニラによって解散した。中止になったテレー6船団の代わりに陸軍徴用船を鉄鉱石運搬に使うことになり、6月3日から13日にテレー 6A 船団が2で林から文字へ航行していることなどが確認できる。 ありがとうございます。